アイテム番号 SCP-347-JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-347-JP はサイト8123の定期検生物体保管ユニットに保管されます。ロッカーの半径 5km 内の警察組織は常時財団の管理下に置いてください。SCP-347-JP の担当職員は SCP-347-JP による実験後メンタル、カウンセリング及び犯罪的傾向検査を必ず受ける必要があります。説明。SCP-347-JP はソニーの HDR-CX590V と同型の HD ビデオカメラで、バッテリー、メモリーカードその他の同梱品が付属しています。分解の結果、同型の製品と何ら変わる要素がないことが分かりました。SCP-347-JP の得意な影響は SCP-347-JP を使用して、犯罪行為を録画した際に発揮されます。犯罪行為の録画、および犯罪行為の証拠は、録画の終了時に、録画した現場から半径 5km 以内で最も近くに存在する、当該の犯罪行為を犯すことが可能な身体的能力を持った、社会的弱者、が生活している場所へと転移します。この際録画されたファイルは当該の場所で再生可能な形に変化します。現在変化の形状として録画映像を切り分けたアルバム、ビデオテープ、DVD、ブルーレイディスク、2GB の USB メモリに入った、MP4 ファイルの形が見られています。加えて、これらの犯行の録画は、社会的弱者が犯罪を行っている場面を撮影しているかのように、映像に改変や編集が加えられています。SCP-347-JP は当時、市にあるサイト、81、で SCP の監視を行っていた瀬戸研究員が強姦殺人の容疑者として逮捕されたことから発見されました。瀬戸研究員は当該の事件があった日、SCP-JP についての報告を行っていたため、犯罪に関わることは不可能であったにもかかわらず、また、財団の心理評価において瀬戸研究員は極めてモラルが高いと診断されていたにもかかわらず、強姦殺人の現場を録画した。MP4 ファイル及び死体が瀬戸研究員の自宅から発見されました。録画映像及び音声の解析及び過去に酷似した事件が、回起こっていたことから、SCP-347-JP の当時の所有者を特定し、SCP-347-JP は回収されました。ポイ SCP-347-JP 実験記録。実験記録 347-JP。1、担当者瀬戸研究員、対象 D-1866、D-1921、D-2020、D-1866 は元3。実験内容三脚によって固定した SCP-347-JP によって、D-1866 が D-1921 の腕時計をする場面を撮影する。事前に実験室の隣室にポータブル DVD プレイヤーを設置し、1ヶ月の間 D-2020 を生活させた。同様の実験を6度行う。実験結果6度の実験で全て、D-2020 の元へ腕時計及び録画映像の入った DVD が出現した。D-1866 の顔及び音声は D-2020 のものへと差し替えられていた。担当者試験。よし。これまでの事件記録からの推測が当たったようだ。最も近くにいて、最もその場で立場の弱い人間の元へと移動するらしい。早く SCP-347-JP の性質を解明し、私のような被害者が出ないようにしなければ。実験記録 347-JP に担当者瀬戸研究員、対象 D-2104、D-2116、D-2123。実験内容三脚によって固定した SCP-347-JP によって、D-2104 が D、
2116を殴りつける場面を撮影する。事前に実験室の隣室にポータブル DVD プレイヤーを設置し、3日間の間 D2123 を生活させた。同様の実験を3日ごとに10度行う。実験結果6度目まで、隣室ではなく D2123が事前に暮らしていた官房まで、暴行の場面の録画を切り出し、静止画像として印刷したアルバムが出現した。すべての画像で D2104 の顔は D2123 のものへと差し替えられていた。7度目以降隣室へと出現場所が変更。また形式が DVD へと変化。すべての映像で D2104 の顔及び音声は D2123 のものへと差し替えられていた。担当者試験。一定の日数が SCP-347JP に生活空間と判断されるまで必要なようだ。しかし、実験で相手が D クラスでも負傷させるのは心が痛む。彼らにはできれば長生きしてほしい。里山助手に治療を頼んでおいた。実験記録 347JP6 担当者瀬戸研究員対象 D2104 D2116 D2123 前回の実験の D クラスを再使用。実験内容三脚によって固定した SCP-347JP によって DD-2104 と D-2116 を殴り合う場面を撮影する。事前に実験室の隣室にポータブル DVD プレイヤーを設置し、1ヶ月の間 D-2123 を生活させた。実験結果転移現象は起こらなかった。担当者試験、おそらく、一方的な犯罪行為でないと効果を発揮しないのか。画像の変化にしてもそうだったが、SCP-347JP に何らかの判断能力があるのは間違いないようだ。しかし、B クラスというのは不快な連中だ。いつまでも生かしておいた理由がわからない。2回前の実験から里山くんが治療を放棄したことに対して、腹立たしく思ったが、全く、彼が正しかった。実験記録 347JP9 担当者瀬戸研究員対象 D2278 D2294 D2300 D2315 実験内容三脚によって固定した SCP-347JP によって D2278 を D2294 がナイフを使用して刺殺する場面を撮影する。実験室の両隣の部屋にビデオデッキ付きテレビを設置し、そこで D2300、D2315 を1ヶ月間生活させた。実験結果 D2300 の元へ D2294 の指紋と D2278 の血液の付着したナイフ、および録画映像が入ったビデオテープが出現した。担当者試験、距離的には同一だったはずだが、同一演習場に同じ人間がいればランダムで対象を選び出すのか。同様の実験を繰り返さねばなるまい。ちょうど処分の手間も省ける。毎度毎度、里山くんを楽しませるのも尺だからな。実験記録 347JP14 担当者瀬戸研究員対象 D2645 D2647 D2650 D2651 D2653 実験内容 D2645 を D2647 D2650 の手で拷問させるシーンを私が録画する。事前に D2653 の官房内にビデオデッキ付きテレビを設置した。実験結果 D2645 の目玉に針が突き刺さった場面を映した美しいビデオ及び D2645 の脳症や血液、体組織が付着した道具が D2653 の元へと出現。担当者試験 D2650 は私に逆らったため私の手で処刑した。スカッとするぜ。これは D クラスの暴動として処理した。首謀者に仕立てた D2653 を処刑する権利は里山くんに譲渡した。実験記録 347JP
16、担当者瀬戸研究員、対象 D。3054核の面倒くせえ。24人でいいか。実験内容 D クラスのクズを拘束して、3弾を1人ずつ打ち込んだ。金持ちいい。実験結果キル数16だ。里山に対してダブルスコアだ。最高、担当者試験。ああ。映像は警備員のとこにでも行ったんじゃないの？とりあえず警備員も殺しとくか。あと D クラスを無駄に消費しているとかいう勧告が来たけどうぜえ。全員ぶっ殺してやる。SCP-347JP さえあれば何人殺してもいいんだ。俺には何の罪もないんだから。瀬戸研究員及び里山研究助手による銃の乱射事件により、サイト8127で D クラス24人の命が失われました。瀬戸研究員はタクティカルチームによって拘束されました。上記する報告書は実験記録6以降、試験及び実験内容を虚偽の温当なものへと差し替えた上で提出されていました。このため銃の乱射事件という大規模な事件が起こるまで、彼らの行動の発覚が非常に遅れました。研究員及びその補佐の双方が異常な状況に陥っていたことも、発見の遅延のもう一つの理由となっています。瀬戸研究員と里山研究助手への尋問の結果、SCP-347JP を長時間使用すると、犯罪に対しての罪悪感や抵抗感、他者への共感能力、寛容さなどの大きな減少及び攻撃性や犯罪に対する欲求の極端な増加が発生することが発見されました。これを受けて収容プロトコルは現在の形に改定されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。